いかにも陽気なアメリカ青年クリストファー・ボーマン登場で場内大拍手です。パガニーニ作曲のオーバーチュア1812。好調のボーマンです。
いやー残念、今の仕草にも最後のあのトリプルの失敗、そこまで完璧だっただけにボーマン残念。本当に喜怒哀楽がはっきり出るクリストファー・ボーマンです。しかし今日は気持ちよく滑りました。オリジナルプログラムは失敗があって7位でしたが、今日のフリーは、まあ、最後ちょっと残念ではありましたがいい演技でした。2度目のオリンピックのクリストファー・ボーマン、カルガリーは7位でした。ジャンプが今日は好調、これはトリプルトリプルのコンビネーションです。決まりました。もう一つ好調の今日のボーマンの演技です。オリジナルの時にはがっかりしていたボーマンですが、今日は笑顔この喜びようです。アーティスティックインプレッションも高得点、喜びを素直に表します。他にも陽気なアメリカ青年ボーマンです。ボーマントップに立ちました。